トーンズ森本慎太郎とキンプリ岸優太が草間リチャードに勝利？日テレ、鉄腕ダッシュの残酷格差。8月15日放送のザ・鉄腕ダッシュ。鉄腕ダッシュ日本テレビ系では城島茂50による番組恒例行事のダッシュ島での相撲行事と福島ダッシュ村からわずか5キロの桂尾村で行われた田植え企画の2本立てだったが、ここで後輩ジャニーズたちの思わぬ格差が明らかになった。現在の鉄腕ダッシュは TOKIO のベテラン化もあり、KNG&FOSの岸優太、25、シクストーンズの森本慎太郎、24、そして関西ジャニーズ JR、うちユニット AA、グループの草間リチャード啓太、25、の3人に TOKIO が保護者をやる方向性にシフトしていますが、今回は田植え企画で岸と森本の有望ぶりが改めて明らかとなったんです。制作会社関係者。この日の放送では国分太一、46、が岸と一緒に無農薬農薬の材料調達の過程で、一回やってみない？と人気企画だが交渉に失敗すると本気で相手に怒られるリスクも高いことで知られる0円食堂の練習を促す場面があった。これに岸はいいんですか？と即答したんです。これには、振った国分も、ええって言うかと思ったと、やる気に感心していました。結局、岸は、緊張のあまり店名が、嵐が、丘、だったことにちなんだ国分の嵐の後輩の KNG&FOSですというつかみの挨拶を、すっかり忘れてちょっと、僕は、岸というもので、としどろもどろでしたが、相手が優しい老婦人だったこともあり、どうにか OK をもらえました。チャレンジ精神そのものは立派でした。全道。ちなみに、国分は非常にスムーズな世間話をしたり、お店のご主人は国分を見て威圧で、TOKIO？と言われたりと改めて先輩の抜き力を見せつけた。その後二人で農薬を作る場面は、まるで親子のような微笑ましさもあり、身には気合い合いとしていた。森本と岸のコンビが好評。その後、別の日に撮影した、城島、森本、岸の3人が、田んぼを訪れた際の様子が放送された。森本は伸びた稲を見て、田植え直後と比べて光景が変わると感動しますね、と、若き日の TOKIOも味わっただろう喜びを、ひしひしと感じていた。しかし稲は背が高く細すぎると風に弱くなってしまう。そこで城島がわざとストレスを与えることで稲は強く育つと解説し、谷ロープを張って稲を撫でていくことに。そこで城島は、かつては城島自身が0年に三平明夫さんから培った2本の藁をねじって縄にするもじり、米印福島弁でねじるを意味する、を岸と森本に伝授したんです。専門指揮者。最初は森本がうまくできず、独自のやり方で行こう。と従えなく、失敗。これに対して、昨年に国分に学んでいたほか、岸は非常に手際が良く藁をもじることに成功し、しんちゃん、こっち来る？やってみて、とコツを、レクチャー。最初こそ、お前に鼻持たせたんだよ、としていた森本も、最後は、悔しいのが、岸の教え方がうまいんですよね。と岸の指導力の高さを素直に認めており、ミニーコンビネーションだった。さらに城島はなんと2011年の東日本大震災で帰還困難区域となってしまったダッシュ村を10年ぶりに訪れる際、森本と岸も同行させていました。TOKIOの原点に連れて行く。これは完全に二人を後継ぎ者に認定しているからこそ、ですよね、全道。岸と森本が順調な一方で、このように、岸と森本が順調に後継ぎ者の道を歩んでいる一方で、ここのところリチャードの扱いには変化が見られるという。草間はダッシュ島のサポートがメインのためか、田植え企画は参加できておらず、しかも特に今回行われた島恒例の海辺に土俵を作って行う七夕相撲企画では、非常に雑な扱いを受けてしまったんです。前での専門指揮者。コロナ災いのため、
通常の相撲はソーシャルディスタンス的に無理と判断した城島は、まず古本で仕入れた平安時代の耳で紐を引き合う遊戯の耳引きを提案。リチャードと城島でリハーサルしたが、顔芸の要素が強すぎるためボツとなった。結局丸太を押し合って相撲をする丸太押し相撲をすることになったんですが、勢い余って外野にいたリチャードの方向に丸太ごと城島が突っ込んでしまい、巻き添えで落水してしまったんです。唐突すぎて何が起こったのとリチャードは困惑していました。笑い全道7月4日放送のダッシュ島でもリチャードは紫陽花の切り身を食べて、何やろ俺これ食べたことある味です、ああ、なんなんやろ、と言いつつも、結局、わかんないです、という結論の残念すぎる食レポを披露した挙句、カワハギの肝を、無理そから、と悲鳴を上げた上に食べないで刺身に逃げるという行動をしてしまったのは記憶に新しい。食べた上でやっぱりダメだったならまだしもチャレンジすらしないのは、食育の観点からも評価の高い鉄腕ダッシュで、あの発言はまずいですよね。こういう部分が岸や森本に比べるとまだまだかな、と感じます。ええ。グループはなにわ男子と同じ関西 JR。でも上位の人気グループでしたが、今年7月28日になにわ男子は CD デビューが決定しているし、草間自身もこれまで以上に気を引き締めねば、と感じているとは思いますけどね、全道。森本も、ダッシュ初登場時は JR の慎太郎だった。草間にも、これからの巻き返しに期待したい。Thank you.